はい、高須スノーパーク第7ラウンド、スキースノーボード専門チャンネルのあれです。こんばんは。明日ですね、明豊スキー場、雪が午前中降るみたいですね。今日がね、3月21日、明日は3月22日火曜日ですね。久々 の、 春雪でね、もう降らないと思ってたと思ってたと思うんですけど、今シーズンのラストの雪でしょうね、多分。火、水と雪っぽいですね。うん。火曜日の、明日の火曜日もね、雪が降る、午前中ね、降るみたいです。で、6センチ積もるって書いてありますね。6センチ。6センチ。なんだこれ、ちょっと待ってよ。6センチですね。明豊。最高気温、4度。最低気温、3度。風速が5。うん、6センチね、積もるらしいですね。はい、よかったですね。僕は高須ライナー専門で、時々ね、鷲ヶ岳とホワイトピア行くんですけど、まあ今日もね、ホワイトピアと鷲ヶ岳、たくさん撮ってきたんで、もしよかったらね、見てください。はい、動画ね。明豊は、たまにしか行かないです。はい。まあ道路ね、積もるだろうから、まあ帰りですね。早朝は多分降ってないだろうから、朝から降るんですね。だから帰りですね。帰り、積もってるかもしれないし、溶けてるかもしれないからね。こう凍結してるかもしれないんで、お気をつけて、じゃあ、どうでしょうか。はい。高須ライナー専門チャンネル、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい。じゃあね、バイバイ。